ユースとトランプ元大統領は自身のブログで13日、ハタが下した死を感じられないについて言及しましたようです。スティーブン・ミラーとマーク・メイドスによって設立されて、アメリカ・ファースト・リーグは私たちの市民、私たちの自由、私たちの保有、そして私たちの大切な生き方に対するビデ政権の無法マナーごっこぎてさえる法的責任を通就労することはします。そしてこの後団体への支援を呼びかけました。しかし不正選挙について市のにお試してが何も変わりませんでした。この活動後どこまで成果を出せるかは未知数です。